えーっと今日はちょっと今までの夜間学校と雰囲気が違ってですね <laughs> <っ>僕重要にやりにくいんですね今まではあのカメラに向かってやってればよかったんですがちょっとどこにあるのかがわからないあのこれだけたくさんの方がいらっしゃるとかえって緊張してしまってでまずこれを見るとですね、えー、先生にまず今日のお二人の話を聞いてを聞いてくださいとあるんですがあの先生自尊心という話をされましてでその面から見ても今日のお二人は非常に特徴 だってだと思ううううんででですがどうでしょうか、ね、そうです、ね、あのーまあ、自尊心をきっちりときちっと持って、<laughs> まあ、美がにながになった、まあ、苦労したことを、まあ、プラスに変えておられるので、あのーまあ、非常に医療としてる身としては、非常に嬉しい限りですね、あの頑張ったが、治療を頑張った方が、こうやって前向きに来てくれてるというのが一番、小児科医にとっては一番嬉しいことですので、はいあのー、とても感激しました。はい はいあ、あ、桃崎さん、はい、すいません。えー、今日はリンクの方々に来ていただいてるんですが、はい、あえー、っと、こういったお話を聞かれてどうでしょうねそうですね。樋口さんも浜中さんも私とはほとんど変わらない年代で、それで闘病生活を経験されて、すごい辛い思いとか大変な思いとかもされてきたと思うんですけど、それでも前向きに夢をしっかり持ったその姿勢にとても心が、心を打たれました。 で、ところで、はいえー、どうしてリンクは応援されてるんですか、はい、この漢のこと知らないんですけど、僕はい、すみません、はい。はい、リンク。が、えー、っと、はいえー、小児が、あまあ、あの福岡で、えー、がきっかけだったと聞いております、ね。そうで普段のなんか活動をね、えー、ぜひお伺いしたいなと。普段の活動、はい、リンクの普段の活動は、はい、あの週末、天神の,あの定,定期公演を行って、ベストホールというホールで定期公演を行っております。 の癌に関してはいかがでしょう。癌に関してはそうですね、普段からやっぱり私たちもリンクは結構。綾世代なので、あの普段からとても関わりの。関わっていかなきゃいけないなと思っています。はい。応援してくださっているということであ。そうですね。はい、ええ、まあ、だから、あの、この後、あのミニコンサートをさせて,、はい、たせていただきます、はい。よろしくお願いします。お願いします。 あの僕が聞いた範囲でもやはり入院生活が長かったりして、えー、社会経験がまず足りない方が多いでまあ今日の2人は違うんですがまず挨拶ができないとかですねたくさん人がいるともう恐れてしまって、えー、第一声が出ないとかっていうところが、まあ、第一の問題ですよって僕は聞いていたんですけれどもあのそういうことはなかったですか樋口さんは。 そうです、ね、あの挨拶ができないとかは逆にあの普段から大人に多く接するので、まあ、看護師さんとか先生とかもみんな大人なのでそういう点ではむしろ逆かなと挨拶とかよくしないと怒られるし <laughs> ちゃんとご飯食べたとか言わないと怒られるし。 そういうところかなと思います浜中さんはいかがですかえっと私が入ったのが本当に周りが大人ばっかりだったんですよ隣のベッドはおばあさんだったり向かい側のベッドはなんかお母さんと同い年の方だったりああのつまり小児がん小児病棟ではなかったということですかそうなんです,です小児病棟ではなかったんですねでもそういう方ってやっぱりちょっとがんになって なんか良くないイメージとかある方なのか全然交流がなかったんですよ。でなんか話をするのは大体看護師さんや先生っていう方が多かったんで、で私はまだその時高校生だったんですけど、なんか大人と子供の中間でなんかどうやって接したらいいかなとか思ったんですけど、ちょっとやっぱり子供だったので子供らしく言おうかなと思って。<laughs> まあ挨拶したり、あと、ため口だったりとか、まあ、礼儀とかはなかったですね、たぶん、ちょっと生意気なガキだなとか思われてたり <laughs> したんじゃないかなと思います。あのリンクは、挨拶はあは皆さん、非常にしっかりされてますが、これはもう、無知で鍛えられとそうですね、<laughs> もう必ず挨拶はしっかりしろと、普段から言われております。はい <laughs> 先生はそういったその経験の少ない人子どもたちを何とか,か、まあ、あの少しでも経験値を増やそうということで今日あの、まあ、写真を示していただきましたけれどもああいった施設というんですかあ運営されているということでしょうか そうですねあの、まあ、最終的にはそうなるんですが、まあ、やはりその皆さん、少しぐらい経験あると思うんですが、2、3日、学校休むだけでも学校に行きにくいっていう経験があると思うんですが、まあ、それが何ヶ月間、学校に行かないとなると、まあ、子どもってあの非常に残酷ですので、<laughs> さっと忘れてしまいますし <laughs> で、まあ、入院すると、ものすごく閉鎖的な、孤独な空間が進んで、まあ、それが終わった後学校に戻ってもですね、いろいろあるんですが、 やはりものすごく閉塞感というか、ね、疎外感を感じて、まあ、当然単純に勉強が進んでなかったらついていけなかったらとかいろいろとその病気になったことと関係ないことが問題になってきていますでただまあ今も時代がかなりもう、ね、インターネットのこととかあるので、まあ、病院にいても社会とつながっていられるような仕組みというのが、まあ、周りの協力次第でなんとでもなるような時代になってきたので、まあ、その大切さを一つ形として示したいということもあってああいう施設の活動とかをしております えー、はいありがとうございます、えー、っとあのお先ほどシャープアピタルで、えー、ツイッターで質問等が寄せてくださいとお申し上げましたがあ、えー、っと2つでですすかねね、えー、そうですねあのいくつかいただいたんですけれども、はい、先生に対してのご質問がはいじゃご紹介してもよろしいですかえお願いします、はいえー、妊娠中の妊婦から DNA で小児がんの発生を予知できますか 木先生教えてくださいと、ちょっと難しい質問えとでしょまあ小児がんって繰り返しになりますが、いっぱい種類があって、でまあ、乳児白血病という、まあ、た例えばですよ、ね、乳児のがんというのもあるんですが、まあ、それも必ずではなくて、まあ、確率でしか言えない可能性が高いと思いますね。でもうまあ、正直結論がああととそういういことはあまり 僕の個人的な感覚としては、それを調べることには意味はないと思っててですね、まあ、小児がんだけでは病気はないですし、その他いろんなことがあります、みんなやっぱり、あの健康に生まれて健康に育ってほしいと思うとは思うんですが、まあ、あの子供、私も子どもいるんですが、育てれば分かりますが、子どもってずっと生きていれば何かありますから、<laughs> その一つががんなだ,だけですから、やっぱりそのあたり、あのまあ、子どもを育てるということはそういうことだと。 小児科から見るとね、そういうお子さんばっかり、いろいろ苦労される親御さんばっかり見るので、まああの、完璧に生まれて、完璧に育つということは、まあ、基本ないと思うのが普通かなと思うので、まああのまあ、いろんな意味で医学は発達は大事ですが、あのまあ、このことは将来はなるようになるかもしれませんが、今のところはないですし、そういう検査はされていないということですね、はい、あのもう繰り返しになりますけど、小児が本当にたまたまなんですね。えー、大人のがんは かなりその生活習慣がね、原因がありますけれども、小児が本当にたまたまあ先生、繰り返されていましたが不運ではあるが不幸ではないということですね、もう一つお願いします。二十、はいえー、歳を超えると小児慢性特定疾患から外れて、えー、医療費が跳ね上がるというトランジション問題について先生はどう思われますかと。 なかなか難しい話、綾世代の,の、ね、年齢がちょっと区切っている部分があります、ね、あのそうですね、20歳までは、まあ、小児がんに関しては、医療費が、まあ、収入に応じて非常に安く済むんですが、まあ、20歳を超えると、普通通りというかです、ねまあ、大人と同じ医療費がかかってきて、お金がない、まあ、その世代にも非常に医療費として負担がかかるということだと。 なんですすけどもどものように思われますか、うん、まかあうちょっと映ってるから何とも言いにくいところですがあの小児科、子供に関わってるものからすると医療費全体のおじいちゃん、おばあちゃんにかかってるお金っていうのがもうすぐ膨大でそのトランジションのそこのところのお金ぐらいちょっと増やしてくれてもいいんじゃないのっていうそこぐらい増やしても、ね、そう大人のこのガソっとあるこのおじいちゃん、おばあちゃんのところで比べたらビビったるものなので、えー、一律にこう医療費を削減とかではなくてそのあたりは 若者優先ということにしてもらうのが、してほしいなっていうのが、まあ一個人の感想なので <laughs>、<あの S 2> 小児科医ですしね、そういう気持ちは強いと思います, <laughs> います <laughs> 医学的意味も非常にあると思います20歳を過ぎると、この大人料金になるんですが、あ20歳を過ぎても、主治医はずっと続けられるんですよねあの、まあ、そこは、ね、いろいろあるんですが、<laughs> 一応難しくて、やっぱ生活習慣病とか、そういうのが出てくると、やはり内科の方の先生に、あの なないといけないと思うんですが、まあ、でも全体的なまあコーディネートというかね、こうフォローしていって、まあ、今までこういうことだったとか、精神的なフォローに関しては、やっぱりずっと長いつながりがある小児科医の方がいいと思いますが、まあ、でもまあ,ある程度のところで、一、まあ、つ内科の方に移るということは、あの医学の面でね、専門性の高いという面ではその方が大事だと思ってて、一、まあ、つは僕の個人的な感想では、結婚が一つの節目かなと思ってまして、まあ、結婚相手に正しく病気のことをそれこそ伝えるということで、 お手伝いがあまし医療者としてできればいいかなと思ってますし、まあやっぱり当事者で伝えるっていうのはなかなか難しいことがあると思うんで、まあその時に正しく伝えることのお手伝いができたら、まあ小児科医の精神的フォローは一つの節目かなと僕は思ってるんですけども、はいありがとうございます。あの時間はないんですが、ああ最後にすみません一言ずついただけると締めになりますかね。あの先生への質問でも。 おそうですね、ぜひね、樋口さんと浜中さんもせっかくの機会ですし、楠 <laughs> 木先生にご質問なんか、桃崎さんもありますか素朴なご、はい、疑問、素朴な疑問、えー、そうですね、自分が病気だと分かったときに、まず何をしたらいいかとか、教えていただけると。そうですね、まあ、病院に行くということなんですが <laughs>。 まあ,あ、のい,い病院って、今、あの、ちょっと、でも、実はなかなか的確な質問で、あの、まあ、癌になって、小児癌になって、どこに行っていいか分からないというのが非常にあります。数が少ない病気だから、みんないいところにかかりたい。これは実は国の法律がちょうど去年改正されまして、改正というか指定がありまして、小児癌拠点病院という、まあ、国が指定した、この施設に行ったら、まあ、問題ないですよという病院が15施設指定されましたので、まあ、大人もそうですが、まあ、拠点病院というところが一つの大きな、ああ、 まあ行く場所ととしては、まあ、間違いいいのない病院だと思います、まあ、それ以外の病院も確かにところはあるんですが、まあ、一般に調べてね、それは専門じゃなかったらどこがいいとか分かりませんので、まあ、そういうふうな情報を得て、正しい間違いのない施設に行くというのが一番大事かなと思いますありがとうございます今日のお話にあったように、まず主治医の先生からご紹介いただくという形も当然ありますね。はい、いや浜中さん 私はまあ先ほども言ったように小児科に入れなかったんですけどもやっぱりそれ私の時はういう治療で薬の管理があるからだめって言われて小児科に行けなかったんですけどもやっぱりそういうのって他の病院でもあったりするんですかね。そうですね、まあ、小児科で見ている時もよく多いですけどもねここ抗がん剤の治療とかに関しては内科医がすることが多いので小児科がすることが 多くなると小児科病棟っていうことが多いんですが。で、まあ、ちなみに海外だと、あ世代のための病棟っていうのがあるところもあります。そういうところはビリヤードがあったりとか、やはり子供子供してなくてというところもあるようなので。まあ、なかなか日本は遅れているというのが、まあ、現状ですね。はい、ちょうどお仕事の、なんか、ね、<laughs> きっかけが今。触れたようですが、どうでしょうか、ひろゆさん。そうですね。僕が聞きたいのは。えっと。 杉先生自身も小児癌を経験されてそれでこう患者としての目線とお医者さんになってからの目線で何かこう変わったこととかって心境の変化とかってありますかあの多分一緒だと思うんですけど、まあ、最初はまあこの軽い気持ちでというか。 まあちょっとぐらい患者の気持ちが分かるかなと思って、まあ、医者を目指したところもあるんですが、まあ、当然治療によってもう自分なんかよりも強い治療をしている子がいっぱいいるので、まあ、そんな簡単に分かるものでもないし、えー、患者さんの気持ちというのはやっぱり絶対に分からないものだというところがまず1つ思ったことで、まあ、じゃあそういうじゃあ分からないからもう知らないでいいんではなくて、まあ、分かろうとする態度というのが一番医療にとっては大事なんだなというのが、まあ、あの医者になってから思ったことかなと思います。 どううもありがとうございましたあのお医者さんの,その寄り添う気持ち、まあ、病気を治すだけじゃなくてそれを含めていろいろな背景も見てあげなきゃいけないしでもねそこの分にはお金使わるていう国の問題もあるんですが <laughs> あのどういうのかな、まあ、皆さんあの初めて聞く話多分いっぱいあったと思ったんで、うん、今日勉強になりましたねそうです、ね、やっぱりあの綾世代っていうのはさっき先生おっしゃいましたけど 小児科に行っていいのか大人に行っていいのかってその中間層というか日本ではやっぱりそういえば確立されていないかもしれないがなんに限らずっていうふうにちょっと思いましたね大人の先生が見てることが多いんですがまあ小児科からするともっと強い治療をした方が治る確率が高いということのデータが実は海外でも出て実はまあ僕らの分野ではちょうどこう今。 トピックになろうとしているので、まだ小児科は結構トピックとして捉えているんですが、大人の先生方があんまり、A 世代って何って言っているので、そこはもっとこうどん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 盛り上げて、きちっと内科医、小児科医が連携してやっていくというのが大事なので、まあ、そのためには本当に皆さんの声が大事になってきますので、まあ、こういうことはどんどん、はい、広めていただけるとありがたいいなと思ってます平子、はい、さん、感想いかがですか。 まだ,まだ今度引っ張るんですか <laughs> はいはい、えー、<laughs> 一応あのトークセッションも終わりなんですけれどもあのこの後、まあ、リンクのライブに入ってしまいますのそ,それで終了になってしまいますので,すですぜひ感想をお願いいたします <laughs> <laughs>、えー、あのお二人とも非常に立派っていうかまあ前を向いておられるであのー、逆にねあのー、何も 何も抱えてないで変な言い方ですけども目標を見失ってというよりですなかなか持てない人たちが今世の中に増えてる中で、えー、そのどういうのかなこういう人たちの話を聞けて、えー、僕も今目標はあ,あまあこの年でもまだありまして、えー、そういうことがやっぱり一つ一つねあのどういうのかなやっぱり前に進んでいる後ろに行かない前に進んでいるっていう思いを今日も。 この、えー出,えーえー、出演者って言ったらいいかな？全員があの見せられて良、えー、かったと思います。はい、ありがとうございました。そうですね、本当になんか前向きで、あの癌になったことが良かったっていうふうに天中さんがおっしゃったのがすごく印象的で、多分すごく抗がん剤ももう多分辛いの言葉では言いらせないほどの経験だと思うんですけれども、本当に天中さんも井口さんも前を向いていて夢が こ大きくて、ああ、若いっていいなっていうふうに、うん、あや世代いいなっていうふうに、ん、思いました。ありがとうございました。えー、それでは、いよいよ皆さんお待たせいたしましたリンクのライブということで、えー、ご登壇してくださいました。皆様、ありがとうございました。